ありがとう。そういえば仕事って何でしたっけ？新聞記者、法都新聞の。へえ、なんかイメージ違いますね。よく言われるけどね。登れませんかね。ギリギリかな。それじゃあ私が行って探してきましょうか。え、すいません。またロープみたいなものがあればいいんだが。なかったらとりあえず役に立ちそうなものを持ってきます。ちょっと待っててくださいね。とりあえずこれを。役に立ちますかね。もうちょっと探してみます。
ただいま入ったニュースをお伝えします。首都島に退去命令が出されました。首都島は先日の地震が原因とみられる崩壊を始めており、沿岸部から徐々に水没している模様です。残っている被災者の方は島の中央部へ移動してください。もう一度お伝えします。首都島に退去命令が出されました。首都島は先日の地震が原因とみられる崩壊を始めており、沿岸部から徐々に水没している模様です。残っている被災者の方は島の中央部へ移動してください。大丈夫か？どうしてこんなところに。よかった、来てくれた。何かあったの？外にパトカーが止まってたけど。薄気味悪い人が追っかけてきて。薄気味悪い？そう、そこから出てったけど。
外出ないと危ないですよ。あ、誰かいるんですか？何？行っちゃいけないの？いや、そんなつもりじゃ。何笑ってるの？私、おかしい？いえ、すみません。ちょうどよかった。おい、ちょっと来てくれないか。上で困ってる人がいる。ちょっと手伝ってくれないか。まだ残ってる人いたんですね。困ってる人助けないと。はあ、ありがとう。困ってる人っていうのは？ん？ああ、困ってる人？俺。はあ？この先に行きたいんだが、どうも上の階と同時に動かさないとダメらしい。ちょっと上に行ってくれ。ああ、そうだ。俺は陣内。フリーのカメラマンだ。記事もちょっとは書くがな。名前は？相沢です。相沢だな。それじゃあ頼んだぞ。ここで地震が来ると厄介だからな。陣内さんは？先に行っちゃいましたよ。
何かすごく急いでるみたいでしたけど。そうか、とにかく行こう。あ、ちょっと。ん？私先に降りてもいいですか？どうして？そんなこと。だって、ほら、下から見られたりするの恥ずかしいじゃないですか。ごめんなさい、ありがとう。撮ってるんですか？まあ、あんまり気にするな。